ターは浅井。さあジャイアンツはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをタイガース打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。最初はストライク。このカウントは甘い球だけでなく少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。さあ外してくるのか。よく見ましたね。膝元変化球がわずかに外れています。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば先制。入りました。ホームラン。先制ホームランです。タイガース初回にいきなり飛び出しました。ソロホームラン。タイガース1点を先制しました。1対0。見事な一発が飛び出しました。ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。見事ですよね。先頭打者ホームランが飛び出しました。打順はトップに帰って浅井。さっきはストレートを打たれましたからここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。伸びていく。どうだ。入れば勝ち越し。レフト見送った。勝ち越しのホームランです。タイガース卓球高々と舞い上がり甲子園のスタンドに消えていきました。タイガース勝ち越し。2対1になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。この回1点リードに変わります。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。バッティングご覧いただきましょう。まあでもよく伸びましたよね。リードを取りましたがゲームは序盤、追加点まで行きたいところです。形になりましたね。さあこのチャンスでバッターボックスには1番の浅井入っています。初球ボール球です。さあ2球目は何か。しっかり捉えた。ライトの頭上を打っていった。サードランナーがホームに帰っていきました。セカンドランナーも今ホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース追加点を挙げました。5対1。エースに援護点をプレゼントします。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。できればこの回で大きく勝ち越しておきたいですよね。これは勝利に近づく追加点になったと言えるでしょう。打順は1番に帰ります。バッター浅井。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。はい。この打席も豪快なスイング打ちました。センターへ打球伸びる。センターが取りました。